ただいまから内閣委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに山本太郎君、江藤誠一君及び杉尾秀也君が委員を辞任されその補欠として大島区総君、落井俊幸君及び福島瑞穂君が選任されました連合審査会に関する件についてお諮りいたします 重要経済安保情報の保護および活用に関する法律案、および経済施策を一体的に講ずることにより、安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、経済産業委員会からの連合審査会開会の申し入れを受諾することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。 ご異議ないと認め、採用を取り計らいます。次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件、および参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。両案審査のための連合審査会に、政府参考人および参考人の出席要求があった場合には、その取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご,ご異議ないと認め、採用を決定いたします。 政府参考人の出席要求にに関すする件についいてお諮りいたします重要経済安保情報の保護および活用に関する法律案、ほか1件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、経済安全保障法制準備室長兼内閣府政策統括官、飯田陽一君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。 ご異議ないいと認め採用決定いたします重要経済安保情報の保護および活用に関する法律案および経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います。 福島水防君。はい、立憲社民共同会派の福島水防です。まず適正評価についてお聞きをいたします。衆議院のあの内閣委員会そして参議院の本会議でも、えー、性的動向についてこれは調査の対象となり得るというふうに答弁がされています。十二条二項一号の重要経済基盤既存活動との関係に関する事項ということだと思うんですが、関係に関する事項というので性的動向まで調査できるっていうのは。 ま非常に、えー、ものすごくプライバシーに踏み込む、プライバシーを侵害すると思います。で、この秘密保護法の適正評価と、えー、経済秘密保護法案の、えー、適正評価は、えー、非常に共通しておりますで防衛省にお聞きをいたします。 現在秘密保護法がありますが特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項というのが適正評価の対象ですが防衛省は現在において、えー、防衛省の職員に対する適正評価で性的動向について調査をされてますか防衛省大臣官房今旧礼審議官お答え申し上げます防衛省におきましては法律に定められた調査項目につきまして 適正評価の調査を実施することといたししてて、おりまして議員ご指摘の性的動向につきましては、特定秘密保護法第12条第2項に掲げる調査事項とはなっておりません。一方、特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏洩の働きかけを受ける際に、性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適正評価において、考慮される事実関係であると理解をしております。 福島君はい、えー、個別に挙げている2号から7号には当てはまらないが、えー、1号の関係に関する事項だったら当たり得るということですね、今、防衛省は性的動向についても調査をしているということですが、性的動向の調査ってすごいと思うんですね、誰と性交渉を持ってるかということの調査ですから、よっぽど踏み込まない限りは、それは分からない、どういう調査されている今木令審議官。 今あの、議員ご指摘の,その性的動向については調査事項とはなっておりません。他方で特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏洩の働きかけを受ける際に、性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適正評価において考慮される事実関係であると理解をしております福島瑞穂君。つまり一定の場合には調査をするということですよね。 今審議官一定の場合と、今、あの先生の方からあお話がありましたけれども、えー、繰り返しになりますけれども、特定有害活動との関係に関する事項の調査にあたって、えーまあ、適正評価において考慮される事実になる場合があるということでございます。 福島みずほ君適正評価はその秘密を与えるかどうかという時における調査じゃないですか、しかし、特定活動にそれ、当てはまるかどうかで適正評価として考慮するというのは、順番が逆にも思いますが、いかがですか今ーー審議官、えー、繰り返しになりますけれども、えー、防衛省としてその性的動向については調査事項ではないということでございます。その上で 特定有害活動との関係に関する事項の調査にあたって、えー、適正評価において、えーまあ、考慮される事実になる場合があるということでございます。はい、福島みずほ君、はい、ただこのの適正評価の条文はまさに 1>, えー、1号2号から1号から7号までなっていて、えー、その適正評価の対象となるっていうのに、特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項となっていますから、えー、これで的、えー、性的動向も、えー、これの関係に関する事項だということであれば、えー、適正評価の対象1号でなりうるっていうことじゃないんですか今木勇令審議官。 先生、今あの話がありましたあその1号ということでございますけれども、まあ、我々、えー、第12条の,その2項の、えー、第1号で、まあ、繰り返しになりますけれども、えー 性的な交友関係がその外国のその情報機関からのまあ漏洩の働きかけを受ける際にえまあ利用される疑いが認められた場合にはえ適正評価において考慮されうるえ事実関係であるという理解でございます、はい、福島瑞穂君考慮されるべきといってもあの適正評価の対象となりうるというふうにあの、えー、答弁がですね、えー 調査の対象であると考えますというふうに、えー、大臣も本会議で答弁されています私はやっぱり性的動向までまあ、調査をするっていうのはものすごくやっぱり踏み込んでいると思うんですねで、えー、現在もだから防衛省はこれに当てはまるとして調査をしているんですかもう一回お聞きします今休礼審議官 えー、繰り返しになりますけれども、その性的動向につきましては、調査事項とはなっておりません、とといいうことでございます福島みずほ君。でも、調査の対象にはなりうるんでしょ、今旧令審議官、えー。これも繰り返しになりますけれども、性的動向については、えー、この法律上、調査事項とはなっておりません福島みずほ君。 質問に答えてください、調査の対象であると考えます、えー、ですから、まあ、条件はありますが、大臣も本会議で重要経済基盤既存活動との関係に関する事項に該当し得るため、調査の対象であると考えますと答弁されています、つまり調査事項ではないが、これに該当すれば調査の対象になるということでよろしいですね、それは秘密保護法と経済秘密保護法案と一緒だと思いますので、調査の対象となり得るということでよろしいですね。 今ーー審議官、えー、また繰り返しになりますけれども、その特定有害活動との関係に関する事項の調査に当たりまして、外国の情報機関等から漏洩の働きかけを受ける際に、性的な交友関係が利用される疑いが認められた場合には、適正評価において考慮されうる事実関係であると理解をしております福島瑞穂。 対象になり得るんですすよでお聞きします性的同向ということであれば、これどうかハニートラップか、いや何かあるかもしれない、LGBTQ について、性的指向についても対象となりうるということでよろしいですね今、審議官、えー、お答え申し上げます、先生、今、あの性的同向ということで、LGBTQ ということにあの言及をされましたけれども、えー、そういったものはその法律上、その調査事項とはなっておりません。 福島みずほ君。違うんですよ、ハニートラップの関係があるから、性的動向についても、調査の対象となりうる秘密保護法においても、そして経済秘密保護法案においても、性的動向まで調べるんですよ、だとすれば、性的動向を調べるにあたっては、例えばハニートラップに引っかからない、例えば、えー、同性愛かどうか。 ととかかいいうこともあるじゃないですか性的な動向ってやっぱりすごいことだと思うので、お聞きをしてるんです、LGBTQ かどうかっていう性的指向も、当然、調べる過程では調査の対象となりうる、調べうるということで、よろしいですね今休麗審議官。お答え申し上げますあの、性的動向については法律上、その調査事項とはなっておりません。 福島みずほ君条文上、2号から7号にはありません、でも、この間の衆議院、そして本会議での答弁で、この関連する事項、1号で関係に関する事項っていう中に入るっていう答弁だから、この関係する、関係に関する事項っていうのは、一 でも拡大すするじゃないですか性的動向が関係に関する事項というふうに聞いて私はやっぱり本当にショックを受けましたじゃあ性的動向だったらその人がどういう性的思考を持ってるかは関係するじゃないですかではお聞きしますこの関係に関する事項調査事項でないとおっしゃいますが関係に関する事項この例えば えー、秘密保護法化において、ですね思想、心情、思想や労働組合活動歴があるかどうか、渡航歴、こういうのも調査しうるということでよろしいですか今、審議官、えー、今あの具体的なあの内容について、あの先生の方からご言及がありましたけれども。その小 調査内容の詳細につきましては、これはあの情報保全体制に関わることでありまして、これは明らかにすることで対抗策を講じられるおそれがあるため、お答えは困難であることをご理解いただきたいというふうに思います。はい 福島みずほ君どんな適正評価をしているか、それは秘密ですということで、えー、不当にこの情報を扱わないとなっていますが、目的外使用は禁止するとなっていますが、誰も何もチェックができないんですよ、何をやってるか分からないんですよ、場合によって必要があれば、性的動向も調査をするというのであれば、LGBTQ であるか、あるいはもしかして何か思想、あるいは、えー、愛国心、渡航歴、その人の考え、活動歴、対象になり得るじゃないですか。 いくらでもこの関係する事項で対象になりうる、それがこの適正評価の問題点です。私は精神疾患でも、えー、カウンセリングで、例えば産業医に行っても、これ、質問票の項目に書かなくちゃいけないから、大変なことだと思いますよ。でも、この間の答弁で適正評価の対象は無限大に広がるんですよ。 性的動向まで調べることができるんだったら、何だって調べることができるじゃないですか、よっぽど調べない限り、誰と性交渉してるかなんて出てこないですよ、そこまで適正評価でやる、しかも今まで13万人やってるんですよ、で今後、経済秘密保護法案が仮に成立をしたら、そこでどれだけの民間人が対象になるのか、その情報はものすごい情報ですよ。でこの秘密 えー、その適正評価の情報は何年経ったら消去されるんですか。今給令審議官。えー、あの五年でございます。福島水防君。はい。でもこの情報が本当に消去されたかどうかっていうのはわからないんですよ。経済秘密保護法は、えー、何年ですか。 高市国務大臣、はいあのまあ、少なくとも、えー、有効期限、えー、が10年でございますので、まあ、10年と考えております。 福島みほくん条文には有効期限って書いてあるんですよ、でも有効期限とは書いてあるけれども、消去するとは書いてないんですよねで、本当に、そして秘密保護法の方が5年、そして経済秘密保護法案が10年で、有効期限は10年ですが、消去するかどうかっていうのは書いてありません、で次にですね、えー、研究についてお聞きをいたします。えー 経済秘密保護法案の秘密の範囲、保護情報とされる外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置、またはこれに関する計画、または研究と条文にありますえ。研究とは何か、防衛省は防衛イノベーション技術研究所を始めるということで、募集もされています。この研究は当たりますか防衛装備庁、松本技術戦略部長はいお答え申し上げます。えー 先生ご指摘の防衛イノベーション技術研究所、これ、まだ設置しておりませんので、過称でございますけれども、この研究所で実施する研究についてはです、ね、現時点でまだ具体的な内容が確定しているものはなく、そのため、同研究所での研究が外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置、またはこれに関する計画、もしくは研究に該当してるか否かについて、判断できる段階にないことをご理解いただければと。 福島みずほこれ官民連携でやるんだ新しい仕組みを作るんだ税金かけてやるんだ募集するんだ副,、えー、副業も可能だって募集されてるじゃないですか素粒子をやる AI をやるかもしれない IT やるかもしれない先端技術もやるんだって言っているこれが当てはまるかどうか分からない何の研究するか分からない私はいずれですね何が秘密、まあ、何を秘密指定しているかそれは秘密ですですから何の研究を税金かけてやっているかすら それが別に、えー、軍事とかじゃなくてもですね、えー、素粒子でも何でも発表されなくなるんじゃないかと思います。このイノベーション研究所って何ですか。松本技術戦略部長。はい。 えと防衛イノベーション技術研究所、これ、仮称につきましてはです、ね、えー、まあこれまでの防衛省でおける研究開発の中から、防衛の装備に関するイノベーションを生み出すような研究を実施していくというための研究機関を設置する方向で、現在、準備しておるところでございまして、現時点においてです、ね、まだ設置されていない段階ですので、具体的にどういう技術の、どういう研究をするかということについて、 確たることを申し上げる段階にないということをご理解いただける、はい、福島みずほ君結局、何も明らかにされないんですよ、将来も明らかにされないかもしれない、官民連携で大学ともやりますよね、大学の研究がこれに当てはまるか、確かに大学が持っているものを、そのまま秘密じゃない、でも大学の研究を政府に報告をしたり、提出をした、そしてそれを政府が、えー、少し、 変えるとか、それを利用して何かを使うっていう場合、それは秘密指定となりえますね松本技術戦略部長。はいえーっと あの大学との関係につきましては、現時点においても、我々安全保障技術研究推進制度というプログラムを持っておりまして、それにおきましては、大学に対して研究の委託をやっておるものがございます、ただ、その同制度につきましては、我々あのバイドール法を適用いたしまして、全県ですね、大学に対してもあの公開可能な成果の活用も自由にしていただくという制度にしております。 福島みくんそれではこれ、民間人の、この経済秘密保護法は主に民間人だと言われますが、条文に書いてある研究とは何を、どこのを指すすんですか高市国務大臣。2条、えーまあ、4項1号のことを指しておられると思いますが、あの第1号は外部から行われる行為から。 重要インフラや重要物資のサプライチェーンを保護するための政府が講じる措置に関する情報、いわば政府として外部行為に対抗するために用意している手の内に属する情報を想定しております、まあ、その中でここにこれに関する計画または研究というのは、まあ、そのような措置の手順等をまとめた政府としての計画や、まあ、そのような措置の策定、または準備に関わる政府 政府としての研究を指します。はい、福島瑞穂君。民間人が関わる研究にはどのようなものがあると考えてますか。高,高市国務大臣。あの。 本法案で指定の対象となる重要経済安保情報でございますが、まあ、重要経済基盤、保護情報に該当すること、公になっていないこと、漏洩した場合には安全保障に支障を与える恐れがあるもの、3要件に該当したものでございます。で民間において適正評価の対象となるものは、あのこの重要経済安保情報の提供を受けて、従業者にその取り扱いの業務を行わせることについて、自ら意思を示し、 政府と合意して契約に至った事業者において、まあ、その情報を取り扱うことが必要となる、まあ、従業者に限定されますあの。民間事業者の従業者であってもこのその、えー、政府が保有する、まあ、情報を取り扱うことのない方には,あのは対象となりません。えー、ですからあの まあ今申し上げた範囲を超えて、えー、この研究開発に携わっている方も含めて、えー、調査対象になるということではございません。はい、福島みずふくん、はい、要件を満たせば、大学の研究者やシンクタンクや、そういう人たちもなるわけじゃないですか、このイノベーションの研究所に関しても、何かっていうのを答えないけれども、官民連携でやるとしたら、そこも秘密,そも秘密指定するし、適正評価もするということだと思います。 今の漠然とした定義にでもそれでも当てはめればそれになるということだと思います秘密保護法と経済秘密保護法案の関係についてお聞きをします経済秘密保護法は、まあ、秘密保護法拡大法案新編調査法案と、まあ、秘密保護法改悪、まあ、法案とかあの呼んでおりますがえこれってやはりですねこれたてつけがあってか 違うつまり安全保障の概念が違うわけですね、秘密保護法は防衛、外交、そして今回の経済秘密保護法案は経済安保です、で経済安保の、えー、経済秘密保護法案の中で、コンフィデンシャル、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル、取扱い注意のこのレベルのところだけ、この経済秘密保護法案の対象にする。じゃあ えー、そのトップシークレットとシークレットはどうなるかって言ったら秘密保護法の中の四要件の中に入れ込むか当てはまれば該当するというふうに、えー、答弁をされていますまあ当てはまれば該当するっていうのはトートロジーで何の説明にもなっていませんがトップシークレットとシークレットは秘密保護法でやるっていうのは これはおかしいんですよ、10年前の議論をよく覚えていますが、経済安保のことは一切議論になっていません、タイムトンネルに乗って10年前に経済安保のことを議論したなんてことはないんですよ、ここでは4要件、外交、防衛、有害行為、テロ活動、4つの中です、こっちは経済安保ですから、扱っているところが全く違うんですよ、安全保障の概念が違います。で、だとしたら、 コンフィデンシャル、取扱い注意の3番目しかこの法律でやらないとしたら、トップシークレット、シークレット、これはどれぐらい秘密保護法の射程距離になるんですか内閣官房、岡内閣審議官。まずはじめに申し上げますとあの、特定秘密保護法の制定の審議の際には、えー、経済安全保障という表現を用いた答弁は政府は行っておりません。 ただその一方で、当時の法案審議におきまして、防衛装備品の開発における民生技術の活用、エネルギー、食料にかかる安全保障などにつきまして、さまざ、あ、まな議論がなされていたものというふうに承知をしております。その上で申し上げますと、あの重要経済基盤保護情報、新法の,です、ね、の具体例として掲げられております、インフラ等へのサイバー攻撃への対応案、 あるいはサプライチェーンの脆弱性情報、安全保障の共同開発などにつきましては、それぞれ、えー、まずインフラ等へのサイバー攻撃の対応につきましては、テロリズムの防止に関する事項として、現行の細でに該当する可能性があるというふうに認識をしております。また、サプライチェーンの脆弱性情報につきましては、えー、こちらにつきましては、 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報に関連する細目に該当する可能性があるというふうに認識しております。さらに安全保障の共同開発につきましては、安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報に関連する細、えー、目に該当する可能性があるというふうに認識してます、まあ、いずれにします。る 重要な情報がございますれば、要件に該当すれば、特定秘密保護法で保護すべきものというふうに認識しております委員長福島みずほ君。今の説明でだめですよ、つまり4つの要件しかなくて、冒頭おっしゃったように、経済安保の議論、当時してないんですよ、サプライチェーンや AI や、えそれから、えー、IT の技術やいろんなことについて、議論してないですよ、全く議論してないですよ、4つの要件。 外交、防衛、テロ活動、有害行為の中に入らないですよ、経済安保は。入らないのに、じゃあなんでこの経済秘密保護法案でトップシークレット、シークレットは問題にせず、コンフィデンシャル取扱い注意だけやるのか、全く公平を欠くというか、おかしいですよ、本来は秘密保護法の改正で、私は秘密保護法に当時,当時も反対しましたが、そこで改正をして、経済安保をどう取り組むかなら分かりますよ。 でも、秘密保護法案はコンフィデンシャル、経済安保のコンフィデンシャルしかやらないんですよ。これはおかしいと思います。では、秘密保護法において、今度は4要件のトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル取扱い注意は、これ、処罰しないんですよね岡内閣審議官。 あの特定秘密保護法の罰則規定は、特定秘密保護法の特定秘密の漏洩などに関する罰則でございまして、一般的に特定秘密というのはトップシークレット、それからシークレットの2つのクラスを指すものと理解しております委員長福島みずほ君。そうです、10年、後勤10年ですが、まあ、今、国家公務員法の秘密漏洩は1年以下ですが、バーンって上がっているわけですよね。でも今おっっしゃったように秘密保護法は この4つののつ要件のトップシークレットとシークレットをもし秘密と指定されたのを漏えいすれば処罰されるでもコンフィデンシャルについて取り扱い注意については処罰しないんですよところがこっちの経済秘密保護法はなぜかトップシークレットとシークレットは全く議論してない経済あの全く議論してないがなぜか10年前にさかのぼって タイムトンネルに乗って、経済安保だけれども、えー、こちら、処罰されうるということで、でも全部はこの4要件の中に入らないですよね、経済安保ですから。だからこっちはコンフィデンシャル、取扱い注意レベルで、えー、処罰をすると、でも、秘密保護法の方は、えー、10年前に作ったのは、と今、答弁されたとおり、トップシークレット、シークレットを処罰し、コンフィデンシャルは不問に付すんですよ。おかしいですよ。 ずっとシームレス、シームレスでいくと冗談じゃないですよ。安全保障の概念が違うわけですから、こっちは経済安保です、そしてこちら側は違う4、要件、外交、防衛、テロ活動、そして有害行為ですよ。だから違うんですよ。違うものをシームレスと言って、しかも不均衡じゃないですか。コンフィデンシャル、取扱い注意にのレベルのものに関しては、イギリスやフランスなどはもうコンフィデンシャルは秘密指定しないということを。えー 参考人、斉藤豊参考人が衆議院で言っています。アメリカでもコンフィデンシャルはもう取り扱いや、これから入れなくていいんじゃないかという勧告があるという説明もありました。なぜコンフィデンシャルだけ 経済秘密保護法で問題にし、えー、やるのか全く理解ができません、えー、秘密保護法の成立のときに燕原則がない、アメリカですら第三者のチェックで秘密をやっているのに日本はない、いろんなことがないということが散々言われたのに、えー、制度に関する有識者会議では、そのようなプライバシーや、えー、それから人権に関する議論が一切行われていません、えー、極めて問題であるということを申し上げ、私の質問を終わります。